もうすぐ。豪勢だな。その肉はどこで？うろうろしてる豚どもを見つけて一匹焼いたのさ。食うか。いくらでもあるぞ。いただこう。カイウス、こいつに豚を切ってやれ。ああ、なんてこと。ヤーゴダを焼くなんて、けたものめ。またこいつか。もう一度殴られたいか。どういうことだ。奴らヤーゴダを肉にして焼いたんだ、けたものめ。またそれか。痛めつけてやるか。カイウス、ジェイコブ、抑えろ。嫌だ、やめろ、助けて。彼は何もしてないだろう。手を出すな。親切にも焼いた豚を勧めてやったのに、その礼がこれか。俺たちに指図する奴は許さねえ。やっちまえ。だが料理されちまった。本当に大事にしていたんだな。誰だ。リビアのゲラルトだ。俺はヨンテク、そのこの辺のヨンテクだ。村にはお前一人か。いや、みんなうちにいるぞ。いなくなったのはクラウスとイゴールだけだ。クラウスとイゴールとは。イゴールは草を食べるバカなやつだ。クラウスは長老だ。ここじゃ有名人だけど、今はどこにいるやら。きっと豚の魔法にやられちまったんだな。豚の魔法。そうとも、自分で確かめてみな。わかった、豚を見てみよう。いいぞ。メダルが震えてる。ヨンテクの言う通り、魔法にかけられてる。やはり魔法の豚だな。ヨンテク。なんだい。確かに魔法をかけられた豚だった。ああ、そうさ、あの魔術師がやったんだ。みんなをあんな風に変えちまったのさ。じゃあ、あの豚は人間だったのか。そうともさ、当たり前だろう。みんなを元に戻してやってくれ。村人たちはなぜ豚になった。魔法だよ。俺がイゴールに鍵を渡して、奴がみんなを誘っていったのさ。その鍵というのは。これさ、ほら、豚小屋を開ける鍵だよ。どこで鍵を。拾ったのさ。イゴールに見せたら、奴が他のみんなを誘って、そんで豚にされちまった。その豚小屋を見に行きたいんだが、どこにあるんだ。ああ、あっちだよ。丘の向こうさ、ずっと歩いてきゃ着くよ。わかるか。行ってみよう。
ルだ。お前らかかれ、ヨンテクの鍵が使えたか。大勢がここへ来て何か重いものを持ち出したようだ。シャツに草の汁が、下には薬草の袋、薬草師のイコールのものだな。豚小屋か、なるほどな。そこに金貨が一枚、ここには黄金が隠されていたのか。メダルが震えてる。この豚も元は村人だな。返事してるのか。言葉がわかるのか。はいなら1回、いいえなら2回だけ。いいな。いつからここにいるか知らないが、腹が減ってるだろう。いいものをやろう。うまかったようだな。よし、話をしようか。ヨンテクは薬草師と長老がいないと言っていた。お前はそのどちらかだな。村の薬草師か。名前を聞いたぞ、イゴールだな。俺はゲラルトだ。よろしく。ここ知ってるのか。ここは聖堂か。ここにあった黄金がどうなったか知ってるか。ヨンテクに聞いてみないとな。おおよそは分かった。ここは聖堂で黄金の詰まった桶があった。ヨンテクが鍵を見つけ村人に見せると彼らは欲に走った。誰も黄金が呪いで守られているとは思っていなかったんだろうな。呪いを解くには黄金を元に戻さなければ、ヨンテクがアリカを知っているかもしれない。この魔法はまるで意地の悪い冗談だ。あるいは誰かが全く別の呪文をかけようとして失敗したか。行くぞ。肉にされちまうよ。怪物よ、さあどうする。助けて。村は守れたな、今のところは。
呼んでく。なんだい。やっと村人に何があったか分かった。呪いにかけられたんだ。ああ、それで呪いを解けるのか。ああ、力を貸してくれ。うん、よし。お前は他の村人みたいに姿を変えられていない。なぜなのか気になるな。みんなと行かなかったから。聖堂から何もくすねてないのか。そんなことはしてない。なんでだ。盗まれた黄金、それが呪いをもたらした。どこにあるか知らないか。隠したんだ。黄金を元の場所に戻せ。その時豚、いや村人も皆連れて行くんだ。うん。え？黄金を持ってこい。俺が豚を集める。粉引き小屋で落ち合い、豚小屋に行こう。きっとうまくいく。みんなを助けられるのか。黄金を持ってくる。豚たちを誘導しなければ悪水が効くか。豚ども進め。粉引き小屋に行くんだ。そこで待っていろ。行くぞブーちゃん。こっちだぞ豚さん。みんな揃ったぞ。イゴール以外は。イゴールは先に行って待ってる。いいか、着いたら黄金を元の場所に戻すんだぞ。あんたは豚を頼む。俺が黄金を運んでおく役だ。行くぞ出発。奴を退治しろ。止まるな、早く進め。待て。
ありがたい。元に戻った。喜ぶのは早いぞ。頭数じゃない。人数を確かめろ。ほぼみんな揃ってるぞ。恩に着るよ、白髪さん。ヨンテクに感謝しろ。彼のおかげだ。鍵を持ってきたのはヨンテクだ。暴君が呪われてるのを知ってたんだ。一緒に来なかったもんな。でも俺は何も。イゴールがやろうって。ごまかせないぞ、この野郎。やっちまえ。助けて。ヨンテクに手を出したらその手を切り落とすぞ。待て、俺たちはただウィッチャーに殺されるぞ。早く行こう。ふう、助かったよ。村には戻らない方がいい。きっとお前の居場所はない。どこか別の場所に住むんだな。ああ、そうだな。元気で幸運を祈るよ。